陽一です。本日は参考人の皆様には貴重なご意見、特にご家族の皆様の悲痛な思いを直接に聞かせていただき、深く受け止めさせていただきました。ありがとうございます。皆様の思いを受け止めて、政府や国会が取り組むことが大切だと考えています。私が最後の質問になりますが、これまでも委員からそれぞれの家族の皆さんの思いをお聞きをしておりますけれども、家族の皆様のですね、ご参加方に、限られた時間でのお話だったと思いますが、またこのことを伝えたい、あるいはその訴えたいということを、再度になりますけれども、最後に、時間はありますので、2、3分ぐらいずつお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いします。飯塚参考人、横田参考人、斉藤参考人の順でお願いしたいと思います。飯塚参考人。今のご質問ですけれども、その質問に答える内容というのはもう相当長くやってるわけです、実行してるわけです。そしてまたその思いもあらゆる人に訴えてきているわけです。でそれがですね、やっぱり最終的には結果が出ない、実を結ばないといけないわけですので、そういうことを考えれば、この私たちの訴えというのはキリがないというふうにも考えますし、また、その訴えているだけで、結果が出ないとなればまたどうしようかという考えもしなければなりません。そういう意味では私たちはいわゆる専門家ではありませんので、もうなるべく大勢の方に、そのお立場も考えながら、とにかく要請をどんどんしていこうと、いうように考えてます。横田参考人。ただですね、私はいつも思うのは、前から講演会でも話しておりますけれども、もしも自分が立っているところで海で溺れている人がいれば、泳げる人はもうすぐ飛び込んで助けに行くと思うんですね。もうそれは人間の本能ですから、背筋に電流が走ったような危ないっていう本能が走りますね。そしてすぐに泳いで行ってあげる。そして泳げない人も警察に電話する、何かを投げてあげるとか、いろんな行動に出ると思うんです。それが人間の本質だと思います。そしてもしも国内でいろんな今も事件が起きますけれども、いろんな子どもたちを誘拐して、マンションのどこかに施設に閉じ込められている、何時間経っているというようなことがありますと、もう警察もすべての人がですね、わーっともうそこのところを包囲してですね、いろんなことを考えて、そして後ろ側の窓を開ける間にこちらから降りなさいって、もういろんなことを工夫してですね、なんとかして子どもを助けなければという思いで動かれますよね。でそれはやっぱり命を大事に思う思いが、本質的な人間の本能がそうさせるわけなんですね。でそういうことをやっぱりみんなが思わなければいけないような問題が、今日本の国内でこれだけたくさん このカラーのですね、これが全部どうか分かりませんけど、もう本当にこれだけの人がもし全部北朝鮮にいらっしゃるとしたら、もう大変なことが起きてるわけなんですよ、日本の国内で。国内であればなんとかそれがなるんですけど、あまりにもそのわけのわからない国の指導者がですね、そういうふうな人たちのものですから、なかなか外交的にもうまくいかない。そして解決に向かわない。いろんな人が向こうに行っていろんな方と会って話せるけども、なんかそれもわからないような状況が続いてまいりましたね。そういうことをやっぱり外務省の方も含めて、私たちはもう外務省っていえば外交のプロだと思ってましたから、全部信じておりました。国会議員の方も、私にがこの国家のために働けますと手を挙げて、私に入れてくださいって言ってる話のみんなが見て、あ、この人だと思って投票してきたわけなんですね。だからみんな信頼して、人間として信頼してお願いしようと思って今日まで来ているんですが、やっぱりこういうふうな外交問題を見てみますとですね、外務省は本当にそういう感じじゃなくて、日朝国交正常化を先にした方がいいという考え方であって、その後で拉致問題だと、でもこちらの方はそうじゃないという、そういういろんな行き違いみたいなものがあって、国家全体ががっちりと一つに組んで、ガーッと向こうに押し進めていくという力が
分散されているのではないのかなという思いを今しております。そういうことを本当にもう一度真剣に考えていただいて、皆さんでどうぞ専門家の方々の知恵を拝借したいと思います。斉藤参考人。私も先ほど意見陳述させていただきましたけれど、母と父 の亡くなる時の姿ですね、これはどの家族にもそういうことが回ってくるわけです。ですから私として皆様方にお願いしたいのは、こういう無念さを絶対に忘れないで拉致問題に取り組んでいただければ解決できると私は信じておりますので、この本当に親の会えなかったその気持ちだけはいつもいつも頭の中に入れていただいておいて、拉致問題にこれからも取り組んでいただけたらと思っております。ただそれだけの気持ちで今日一生懸命読ませていただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。井原洋一君。本日はご家族の思いをしっかり受け止めさせていただきました。私たちもですね、委員会としてしっかり頑張ってまいりたいと思いました。ありがとうございます。